はい、手芸店がおすすめする今回はカッティングマットの説明をさせていただきます。と従来からあるカッティングマット、こちら今現在 A4 サイズです。そしてこちらを広げていただくと A3 のサイズになります。でこちらは子供さんのお洋服と身頃やちりめん細工、つまみ細工などのカットに適していると思います。かなり使い込みました。そしてですね、ついに出たんです、大きいサイズのカッティングマット。実際見てくださいね。じゃーん、こちらになります。これは A2 サイズになります。そしてこちらを開けると、はい、 A1 のサイズです。こちらは60センチの90センチ、かなり大きくなりますので、お洋服の身頃、これも余裕を持って裁断ができます。そしてもちろんお袖ですね、お袖もゆとりを持って裁断できます。では裁断を実際に見ていただきましょう。はい、では実際に切っていきたいと思います。大きな A1 のカッティングマットですが、今回の作品大きいので斜めに置きました。そしたら縦にも入らないものが入るようになります。では切っていきましょうね。小さい部分やカーブのあるところ、こちらは定規を使わずに切っていきたいと思います。この大きなカッティングマット、この利点っていうのが、切りたい方向に動かせることにあります。本来、作品を切るとき、作品を動かさず自分が動くのが基本です。しかし、このカッティングマットなら、動かすことができます。まっすぐなところ、定規を使いたい場合ですね。自分の息の、得手の良い方向に動かして切ってください。はい、裁断完了です。とても便利な道具なので、失敗もありということで、はい、完成です。とても便利なカッティングマットです。皆さんもぜひご検討ください。